レオン・エイムズと共に、ルリーン・タトルはアメリカ合衆国の性格女優。ボードビルからラジオに移り、ラジオのファーストレディと呼ばれるようになった。その後に映画やテレビを中心に活動した。ルリーン・タトルは1907年8月29日にアメリカ合衆国のインディアナ州プレザントレークにて出生した。カリフォルニア州グレンデールに一家で引っ越しをした後に、 演技の勉強を開始した。パサデナプレーハウスで訓練を受けた後、ボードビルの劇団、マーフィーズ・コメディアンズに入団した。世界強行期に、ラジオに、活動の場を移したタトルはいつしか、ラジオのファーストレディと呼ばれるようになった。アメリカでは1920年代から1950年代、初頭まで、ラジオ黄金時代として記憶されている。 c e フーパーが1947年に行った調査によると、アメリカ人100人のうち82人が、ラジオのリスナーであることが判明している。タトルは、ザ・ードベンチャーズ・オブ・サムスペードで、サムスペードの若い女性秘書役から老婦人役まで、同作品のほぼ全ての女性役を一人で演じ切った。週に平均して15の多様な役を演じ、ドラグネット・ラックス・ラジオ・シアター、 ザ・スクリーン・ギルド・シアター、ドクター・クリスチャン、ザレット・スケルトン賞といったラジオシリーズで彼女のクレジットが表示された。1950年代、1960年代には映画やテレビを中心に活動するようになり、おせっかいな婦人役でおなじみとなった。1968年から1971年まで放送され、ダイアン・キャロルが主演したテレビシリーズ、 ジュリアでの不愛想なシニア看護師役が最もよく知られており、32のストーリーに登場している。また、出演した主な映画作品としては、オーソン・ウェルズのマクベスに、うちの亭主と夢の宿、やんちゃ学生、アルフレッド・ヒッチコックの最コなどが挙げられる。タトルは、ラジオ女優として活動していた時期に、俳優のメルビル・ルイックと結婚して、娘一人、 後にミュージカルコメディ女優となるバーバラ・ルイックを設けた。バーバラは1974年に亡くなるが、彼女の夫は、スター・ウォーズシリーズの音楽で知られる、作曲家のジョン・ウィリアムズである。夫婦が離婚した後にタトルは再婚したが、二度目の結婚生活は長続きしなかった。オーソン・ウェルズ、レッド・スケルトン、ミルトン・バール、レッド・スケルトン、スティーブ・アレン、ジェーン・メドウズらに、 ラジオ俳優としての演技指導を施したことでも知られる。1960年にハリウッドウォークオブフェイムに選出された。1986年5月28日にカリフォルニア州ンシノにて死去。78歳没。死因はガンであった。遺体は同州グレンデールのフォレストローンメモリアルパークに埋葬された。ありがとうございます。